エクソダスは、アメリカ合衆国出身のスラッシュメタルバインド。サンフランシスコ産、スラッシュメタル、ベエリアスラッシュを代表するバンドの一つ。同分野の早々期から活動し、業界からも高い評価を得ていたが一度解散。2000年代初頭に活動を再開した。スラッシュメタル黎明期より活動を始め、メタリカ、メガデス、アンスラックス、スレイヤーなどと共に、 同ジャンルの確率に大きく寄与した。エクソダスの特徴的なザクザクとしたソリッドな独特のリフのカッティングはベーリア・クランキと呼ばれ、世界中のスラッシーメタルバンドは元よりデスメタルバンドたちにも大きな影響を与えた。しかしメタリカ、メガデスたちが商業的に成功する中、所属レコード会社とのトラブルなどの不運が重なったこともあり、 商業的に成功には縁がなかった。また、米西海岸で一緒に活動していたテスタメント、フォビデンといったスラッシュメタル勢はいずれもベエリアクランチを特徴としていたこともあって他の地域のスラッシュメタルとの差別化を図る意味でベエリアスラッシュと呼ばれている。メタリカのカークハメットが在籍していたことでも知られる。ポール・バーロフ・ドイツ・ザールブリュッケン公演サポート。 ありがとうございます。